で、サナちゃんの、なんかピュレグミみたいなのをこうやって、あーってやるの。あれかわいい。私もやりたい。恐怖系皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。ワンのリロです。今日は、TWICE さんの The Fails を見てみたという動画を撮ってみようと思います。この曲は、道原で踊ったので、ダンスのプラクティス動画は何回も見たんですけど、ミュージックビデオを見たことは実はなくって、見ていこうと思います。私初めて PV 見るときって一生懸命じーっと見るタイプなんですけど、今日は気になるところがあったらおしゃべりしながら楽しんでいきたいなと思います。では TWICE さんの The Fails 見たいと思います。テレビに映してみようと思うんですけど、今 TWICE のマークのこのハートのなんか敷物座布団、あれが引いてありますね。かわいい、家に欲しい。じゃあ行きます。手紙来た。うこ、う、先は長いですよ。今手紙がポーンって投げられて、投げ込まれて、なんでって思って、ナヨンちゃんが拾ってこうやって見てるんだけど、カメラが上にあるんですよね。これ、必然的に上目遣い見れちゃうみたいな構図なんですかね。え、ナイス。ナイスなんですけど。続き見ていきましょう。ちょっと一回待って。かわいい衣装、チェックなんですね。チェックじゃん、共にと一緒やん。じゃあ私たちも実質 TWICE よ。そういうコンセプトか。え、これチェヨンちゃんの T シャツ、ビビアン・ウエスト・ウートですよね。めっちゃかわいいやん。え、すごい。あれミナの衣装、何あれ。サナちゃんのスカート、チェスできそうでかわいい。やだ。え、待って、もう本当に共にじゃないこれ。だってさ、トゥイちゃんの頭になんか帽子かぶさってるけど、共にでもあんな帽子かぶってるじゃないですか。いいね。あーって、もうクローゼットのそばから出てこられたらびっくりするじゃない。やめてよ急に。かわいい。かわいいよ。ナヨンちゃんのやっぱなんかメイク、私結構好きなんですよね。パチみたいな。で、サナちゃんのなんかピュレグミみたいなのをこうやってあーってやるの。あれかわいい。私もやりたい。これ制服モチーフですよね。サナちゃんのこの衣装なんかも、もろでもすんげえ制服。異次元世界へようこそみたいな腹の部分が。え、ネクタイもなんかもうバッテンで止めてるし、もうこっから絶対動かさないからみたいな。どういうことあれ、タンクトップなの、何何。はい、サマンマイ。ドギャーン。トゥイちゃんに打たれました。ドライヤーやないか。かわいい。ドライヤー。おー、来たよ。リュウちゃん、リュウちゃん、ありがとう、ありがとう。散らかしちゃって、散らかしちゃって。今、ジヒョちゃんが散らかしてましたね。めっちゃ可愛いけど、もう一回見ます。私の部屋も散らかるんで、実質ジヒョみたいなところあると思います。ごめんなさい。怒らないで。ちょっと待って待って、ダヒョンちゃんの靴下ぬーたり、ぬーてあげたい。私があんな穴ぼこの履いて寒いで、ごめんなさい、巻き戻しました。
めっちゃ可愛いんやけど。なんか急に記者会見開かれてるやん。はぁ、かわいい。え、これちょっと、なんか、早送りせんでいいけん、一個ずつ見せてほしいわ。これなんかさ、スローモーションみたいなのできるんかな？こっちの、テレビ。ごめんなさい、何回も同じとこ見て。でもちょっと、あそこの謎は解明しないと進めません。ピッ。これをスローにすることができるのであろうか。待って、これで 0.5 とかね。あ、私の作戦勝ちよ。あの早送りのとこはね、もうこんな可愛いトゥワイスちゃんたちをね、もうそんな簡単に見せてたまるかって思ったかもしれんけどね、こっちはスローにして見てやろう。はい、わかった。あのさ、前半でさ、なんかチェヨンちゃんが真ん中で、ダヒョンちゃんとココジョンちゃんがいて、うわーチャーチャーってやった時に、なんかダヒョンちゃんとかイエーイってやってるけど、チェヨンはなんかいやいやーみたいな感じの子みたいな、なんかこのなんかちょっと生意気っぽい感じ、めっちゃ可愛い。綺麗。うわ、綺麗、皆さん。はやはや。かわいい。いやー、かわいい。綺麗。かわいい。綺麗ねー。どのカメラの中も。いいな、そこで携帯構えとる人。私も携帯構えたいし。この一歩になって私もナヨンちゃんの動きと一緒に風感じたい。